駅前の下避沼久保駅は、静岡県富士宮市沼久保にある、東海旅客鉄道見延線の駅である。天候が良いと、ホームからは、富士山がよく見える。短式ホーム一面一線を有する地上駅。線路はほぼ南北に走りホームはその西側に、設けられている。富士宮駅管理の無事に駅で、駅舎はなくホームの上に、木造の待合所があるのみ。 ホームの芝川方の橋は階段を通って、外に出る。ホームを出ると道が二股に分かれ、右の道は舗装もされていない山道であるが、左へ行くと、沼久保踏切で線路を渡って県道に出ることができる。静岡県統経年間によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。身延線の静岡県内にある駅では、最も少ない。 県道と見延線の線路は、集落よりも高い位置を走っており、沼久保駅は高い築堤の上に設けられている。築堤の斜面や駅前には、JR 東海の職員によって、椿の木が植えられ、沼、久保椿十円と名付けられている。集落へは県道に出る直前で左側に分かれる、小さな道を降り、トンネルで県道をくぐると出ることができる。 県道沿いにはほとんど人家がないが隠れた位置に集落がある。駅の南東1キロメートルほどのところでは、富士川には蓬来橋がかかっている。対岸は富士市であり、人家が多い。当駅からは富士山がよく見える。高浜巨市が当駅に降りた時、美しい富士山を見て、とある停車場を富士の裾野で竹の秋、沼久保で降りる。 小連れ花のバーという歌を詠んだという。駅前には、高浜巨子のほか、筒み灰一家の花碑が建てられている。蕎麦屋の、だるまが、駅付近にある県道沿いに、宮バスの沼久保バス停がある。宮バスの運行事業者は、富士急静岡バスである。ありがとうございます。